いよいよ最上階。もはや人間が立ち入れるエリアではありませんわ。目的地はあからさまに中央の部屋ですが、まずは寄り道。金丹は貴重な蘇生アイテムです。そういえば半言講がアイテム欄の小屋市に。鉄やうっざ、進路上にあるんだから悪いのは下り階段ですわよ。トムトムという音がダメージ床、今後嫌というほど聞きますわ。この後の回復スポットの存在を否定していくスタイル。あら美青年、渡辺リーダーが言ってたアドニスです。ルビカンテかしら。埼玉県川越市からやべえやつが来てる。ムドオンが飛んでくる前に始末しよう。さっきはよくもユカリンに塩対応してくれたな。次はドリアードとフクトです。君ディーボリッドに似てるって言われない。モルガブリンとメリジェーヌです。メリジェーヌは攻撃回数が多いのに注意。言ってる間にハムテルが追い込まれた。これ最大4ヒットするんだぞ。諦めて不女子のおもちゃになりなさい。世間体で部下の命がけの働きを無にする上司のクズにして回復スポット。その綺麗な顔をケロイド状にしてくれるわ。よしよし、よく頑張ったね。偉いぞ。いいね。今回レベルアップ解説はありません。無意味になったので。さすが人類最強の魔術師だけあって、はやまるの敵や。メインイベントはこれからだぞ。では本日のメインイベントに備えて装備の最終チェックをいたしましょう。ハムテルは使わない銃を外します。今回未使用ですが良いライフルです。アヤト君は武器をスパクロに、またセラブレに持ち帰るのでは。鉄也も魔法攻撃はしないのでスパクロに換装。なぜ講師団を再装填しないんですか。
やっぱりな。ここで再装填しなかったら10分後にえらいことになってましたわね。達也はウージーを返してね。あと一撃が重いバトルチェーンソー。では諸君、行きますわよ。てってってててて、かん。すわわ。中途半端にイケメン化したせいで、バプワ島の住人みたいですわね。達也それ主人公がやることだから。ツルゲリタルンだ。ハムラくんだ。敵マホロヒで、マハサンマフージ。ファントなんてしょうもない技で、達也から4割持っていくのか。達也はフカロ王国王妃、回転ノコギリで、どんどん攻めろ。ハムテル。デビルバスターの王妃、今こそ見せてやれ。効果音からして、外れた。哲也渡るを積みまくれ。剣蹴りは楽。バイルの猛攻にさらされ続けたら持ちませんわ。エミは回復に備えて待機。今度こそ当てなさい。リターン。竜王の爪を落とした。ケトプレイ中のユカリンは決まったか半信半疑。とりあえず削りにかかれ。攻撃力が激減してるのに、物理特技の威力があまり落ちてませんわね。エミフル稼働。ティアなら回復量が負けることはない。達也どうやらビザームが入ったと判断し、ハムトルを始末にかかったようです。アヤト君がバイルの通常攻撃でノーダメ。これは素手ですわ。リザームは素手の敵に当てるとエラーが出て、システムが不安定になることがあります。バイル戦でリザームするとフリーズすると、海外兄貴に以前相談されましたが、素手のバイルに再度リザームしたのが原因と見ていいでしょう。あとは、守りを固めつつ削りにくれ。哲也も攻撃に回れ。押し切られる前に押し切るぞ。エミとスルゲリさんの MP がそろそろ底をつきますわね。掟破りのディザーム返しですって。
武器落とされたの誰？あやとくんは無事。徹夜か。どうしましょう。戦闘中に装備を変更すると積んだ鍛冶が消える。ダリはまだしも、楽が消えると一気に殺される危険がありますわ。まだ MP に余裕があるから回復に回れ。満月が近くなって鶴蹴りさんも火力が上がってますわ。エミ、鶴蹴りさんに青汁。わずかに MP が回復して約1回分かける。こういう時のために銃がある。スパクロに比べて弱いけど、これで行くしかない。ここで秘策発動。エミ、アヤト君に上物の役をぶち込め。3分の1のバーサーキーに来た。侵略的外来種も美しくかつむごたらしくこの地球よりいねえ。薬で手に入れた偽りの力すげえ。やりましたわ。人類大勝利。アヤト君、本当にバイルの肉を食べてパワーアップしたの？これでコンピュータ技能に覚醒して、公約通り4質覚醒を達成いたしましたわ。ユーカリンを食った連中とか、ムールムールとか見かけませんし、ふっ、惨めな負け犬が悪あがきを。いえ、ここは覚醒したアヤト君が片手でバイルの舌を受け止めるところ。ハムテルフフフフ。お前ら、いつも終わった後に来ますわね。あんなに働いたのに、あぶられる徹夜。ここで、悲しいお知らせがあります。この時のセーブデータが消失したため、都庁攻略をやり直しました。なので、いろいろ変わってる部分があります。逃げられる前提で見ついてたら、プシケとストラスが仲間に。ハムテルが、レベル16でディザームを覚え、
稼ぎが減ってレベルが下がっています。ハヤト君のコンピュータ機能レベルがいきなり20。都庁には店がないので絶対にここで戦利品を売っておきましょう。右枠のものを残しておけば十分だと思います。ちなみに操作ミスで都庁攻略中に傷薬を捨てました。達也の熱いキスだけでも意外になんとかなります。ではレジスタンス隊員たちの喜びの声をお聞きください。代々木にも現代日本のような地獄施設があるのか。よし滅ぼす。なんでメリケンを？ユーカリンの首持ってなかったから偽物がありえますけど、倒したアヤト君が覚醒してるから判断が難しいですわね。なお今回フローリングは不要です。やっぱり次は代々木ですわね。外観誘致会で全員処刑してくれるわ。むー、召集か？ミュータントタートルズみたいな下水道ともこれでおさらばですわ。今どこ？早く自由行動解禁されないかしら。汚物は消毒だ。新宿労働キャンプ壊滅から数日しか経ってないという事実。都庁の隊員たちは宴会の真っ最中。うちの田舎を思い出しますわ。みんな思い思いに時を過ごしてますわね。お願いします。留年。そして基地が広くなったことでドローリングの苦労も数倍に。
リーダー、ちゃっかり女を戦利品にしてるし。どこから酒持ってきたのかしら。年がいもなく興奮。隣の猫娘、アイテムにもいくつか酒があるので、この時代でも生産流通はしてると思われますが、この大人数で飲み続けるとなると、バイルがブドウ酒でも隠し持ってたのかしら。では、新しい基地の探索に行きましょう。特に宅工はなし。魔法の箱は、中身が変わってバールになってます。自動移動中に満月は過ぎました。後の大洪水にすら耐えるほどの建物ですわよ。マップ取得し直し。そしてこっちが本命ネレイドの召喚データです。起点では東京各地にこんな風に仲間を入手できる端末があるので、活用していきたいところさんですわ。宝玉の回収。起点は回復、たまには交渉で使ってもいいかもしれませんわね。ハヤト君が逃げ始めたら装備変更イベントの合図。ボディーアーマーは回避が下がるものの、防御力は1ランク上。後で忘れずに親父の形見からトパーズを外しておきましょう。弾薬庫。都庁攻略前にもらったけど、まだもらえるかしら。子牛弾99発補充。これ他の単発銃は売ってもよかったかしら。では帰るとしましょう。2021年の締めが爆発落ちなんて最低ですわよ。今回の本編はここまでとなります。引き続き悪魔紹介をお楽しみください。起点女神転生デビルアナライズ。今回の収録悪魔はこのようになっています。空天使娯楽ガーネットに変換されるために生まれてきたやつです。とはいえ鋼鉄の牙の攻撃力が高く、噛まれると結構痛いので速やかに変換作業を済ませましょう。合言葉は 38F 階段前。下道本部。環境問題を提起する高化学スモッグの隠喩かしら。強弱がはっきりした体制は、真の胴体のために生まれてきた感じですが、仲間にすれば、悪くない盾になりそう。でも上位互換がいるんだよな。クグツ・ボーン・ゴーレム。スケルトンの上位互換に当たります。能力が上がり、バグ誘発技2つ持ち。
ガンと電撃への耐性持ち。一斉攻撃で叩き壊せると思いますが、面倒ならハンマで消しましょう。水曜ネレイド。耐性よし。所持スキルよし。習得スキルよし。装備相性よし。現場猫も納得の性能を誇りますが、全裸では脆いので、即投用するなら。タツやタランテラあたりの装備を剥がすか、愛の茨を上げましょう。長く付き合うなら、魅力以外はしょぼい能力値の補強も考える必要がありますわ。妖魔プシケ。ネレイドと並ぶ都庁の救済用有能仲間です。特筆すべきは初登場のリカーム持ち。ここまでの戦いで仲間が死んだ場合、プシケのリカームが唯一の蘇生手段です。それにしても、器用さ7は低すぎますわね。スルゲリさんやトモホイに比べると。いかがでしたか？今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。